ジャンピエール・バリエデ・シャンは、フランスの造園家。オスマン時代のパリ都市改造の際に測量と、図面製作から公園緑地までを担当した。パリの公園事業の他に、エジプトやイタリア・トリノにも招かれ、トリノでは、ポーガのほとりに、バレンティーノ庭園を設計している。死者区のもとに出入りしていた庭師の息子で、そこの主人に勧められ1839年から。 修行を開始したという。その後生抜けん知事として、パリに召喚されたジョルジオスマンに誘われ、パリ改造に彼は、エンジニアの権限の下で参加。オスマンは、ナポレオン三世の意図を組んで、パリの大改造を実施するのに伴い、とりわけ正確な地図がいるとデシャンに指示。こうしてデシャンは直ちに、パリ自然域の三角測量を実行し、正確な地図を迅速に作成して、 この期待に応えている。そして、知事執務室に置かれた、この地図をもとに、パリ改造計画が策定されることになる。その後、パリシチーフには死の肩書きで、ジャンシャルル・アルファン、ユージン・ベルグランナーという歩道やプランテーションに取り組み、ビクトール・バルタール、ガブリエル・ダビュー、ジャック・イニャス・イトル・フラ建築からとともに、市街地改造に携わる。 この後、ブローニュの森やワンセンヌの森など緑地事業に取り組み、リュクサンブール公園、モンソー公園、ビュットショーモン公園やモンスリー公園を再整備した。1841年には、メトレーの農業入植地や、刑務所での職業訓練施設教官ともなり、この後ボルドーにて、園芸所を設立した。1865年からは、ルマンの庭で、 イングリッシュガーデン用の植物を栽培したり、リールで、ボーバン、デザインガーデンやルーベのバービー公園に関わり、オープンラミュエットにランドスケープアーキテクトのための施設を設立したり、農園や庭園に関して、カンブレー、マルセイユ、イエールから、ミラーノやトリノ、ベルギー、オーストリア、プロイセンまで招かれ、国際的なキャリアを積んだ。そして1870年、エジプトから商品され、 カイロでエジプト総督を1873年まで務める。その後肺の病気に感染し、フランスに戻って治療するためビシーのホテル、デュパレ・ロワイヤルに移り、そこで亡くなった。ありがとうございます。